じゃあね、今日はね、イブリンの講座ということで、まず、ルーンの解説の方からしていこうと思います。まあ、イブリンはね、すごく典型的なアサシン、バーストメージなんですけど、他のチャンピオンの違うところは一つ、ステルスになるってことね、ジョージ。まあ、6レベル以降なんですけど、ジョージステルス状態で、ワードに移らずにギャンクができると。それが唯一無二の特徴ですね。ルーンはこんな感じ。まあ、電撃、で、ブリンクあるんでね、サードインパクト。メタモコレクター。で、ここは好みで、必要な賞金首狩りか、至極の賞金首狩り。まあ、どっちか好きな方選んでください。まあ、基本的には、こっちかな。必要な賞金首狩りの方がおすすめですね。割と二分してる感じです。で、サブは、まあ、バースト出すために、英気集中。ジャングル回るときに、そこまで体力が減らないので、まあ、基本 70% 以上ね、入りしたままジャングル回れるので、まあ、これがおすすめです。ジャングリングも早くなる。と、まあ、後半ちょっと腐りがちになるので、まあ、強まる荒らしてカバーする。またはこれじゃなかったら強あ追い火で、シャードはアダプティブアダプティブ、物理防御。こんな感じです。じゃあやってみましょう。ルーンはフラッシュスマイトね。欲しいのね。あ、おじさんこんちゃ、トンジさんこんちゃ。でここで一旦カット入れます。あ、届いた。ちょっと待って、下にあるわ。持ってくんの忘れた、完全に。わあ、もったいない。あれね、めっちゃ かっこいいよ。あ、めっちゃ箱かっこいいですよ、皆さん。こう終わったら、取りに行きます。ゾーンね。ゾーン。こうカットするわ。これちゃんとカットするわ。ここ。あ、全然いいですよ。全然いいよ。このスキル解説だけはね、もうパウダー。はい。どうね、スキルの解説もしていこうと思います。まずパッシブ。4秒間通常攻撃やスキルを受けずにいると妖魔の影に包まれる。まあ、あるしスキルが強化されます。4秒間ね、何も受けずにいると。まあ強化されるのはいいだけなんですけど、 OK。 これ後で解説します。レベル6まではあんまり関係ない。で、次に9、方向してのスキルです。トゲを投げて、まあ、これ起こしてね、トゲを投げて、その後3回キューをね、再動できます。1、2、3。これは一番近くの敵にトゲを発射するっていうスキルだね。一発目は外そうがなんだろうが3回使います。ただね、この一発目を当てないとね、クールダウンが解消されないんですよ、ジャングル回ってると。まあ、これ見たら分かるんですけど、でもね、キューこいつに当てなかった時は3回使うと、これなんか7秒。 OK。 でちゃんと当てると、モンスターにこの一発目を当てて3回使うと、こういう感じ、2秒と、まあ、クールダウンがおよそ半分、 60% だったかなぐらいね、解消され、あ、 50% ですね。 50% 解消されるので、ジャングル回ってる時は絶対に当てないといけません、この Q。 まあ、チャンピオンに当てる当てないは関係ないんですよね。別に7秒固定なんですけど、ジャングルモンスターに当てる分には絶対にやってないとクールダウンがね、めっちゃ長くなってしまうので気をつけてください。 OK。 Q はこういう感じだね。一回トゲを打って、その後再発動3回できますと。で、一番近くの敵、まあ、基本チャンピオン優先で、追加ダメージ3回与えますって感じだね。で、 W、 これ結構変わったスキルで、呪いをかけます。5秒間、これ対象してね、結構レンジャー長い。で、この状態でぶん殴ると若干のスローを与える。あ、違う、 2.5 秒以上だったかな。そうだね、 W して隅にぶん殴るとちょっとスローが入ります。ただ 2.5 秒、呪いをかけて 2.5 秒打ち出すと、このハートマークが満たされてこうなるんだよね、光るんですよ。で、この光った状態で攻撃をすると、相手の MR を 25% 低下させた上で、追加ダメージ、バカデカ追加ダメージが入ります。 OK ですか。ちなみにチャームも与えれますって感じだね。まあ CC スキルって感じかな。だから 2.5 秒以上経ってぶん殴ると、あ、すいません、これ追加ダメージはないんですけど、中立モンスターに対してはあるんですけどね、追加ダメージはないけれどもチャームがつきます。だから
チャムっていうのはイブリンの方に向かってくるってことだね。 OK、まあ、これがイブリンの唯一の CC です。即打っても即殴ってもスローだけはつきます。 OK、 で次に E、 これはねあのパッシブのね妖魔の影、4秒間スキルを使わなかったり相手から攻撃を受けずにいると妖魔の影に包まれて E を使うとねあのブリンクします。E はすごく単純なあの対象してのダメージスキルです。で最大体力のレートがあるので、まあ、相手がタンクだろうが何だろうが、ね、ダメージが出ます。妖魔の鍵がついてるとブリンク性能がつくと、ついてないとただのねこのオータバックみたいになる、ぶん殴るだけなんだけど、妖魔の鍵がついてるとあこれつくとね光るんでね、ユリンがちょっとブリンクしますと。あちなみにこの E はね敵のフラッシュだとかブリンクについていくのでタイミングによってはだけどね、まあ、そういう使い方もできるといいかもしれません。で次にウルトね、これウルト最強スキル、はいこっち6レベルになるとイブリンがねパッシブの効果で透明になります。透明ね、この状態になるとこの範囲内に敵チャンピオンまたはピンクワードが刺さってない限りはマップに移りません。だからここに敵のワードが刺しても移んないんだよね。だからこの状態でも敵には見えないと、イブリンのことが。だからこれを生かして、まあ、どんどんギャンクを仕掛けていくって感じだね。もう常時ステルスなんで、マップに移らない基本的には。だからステルスの状態で後ろから回って W をつけてでチャームでぶん殴る、でそういうチャンピオンです。で次にウルトの効果なんですが、このウルトがねとにかく強くてですね、あの 前方を扇状に投げ払って相手にダメージを与えます。で敵の体力が減ってるほどダメージが上がります。てか敵の体力が減ってるとね威力が3倍になるんだよね。こうで真後ろにブリンクします。前方を投げ払ってこの後ろにブリンクします。こういう感じね。でこのウルトはね対象して負荷状態になるので、あのフィズの E とかカミールのウルトと同じで無敵状態になるので、こういう感じにタワーのアグロも外れます。まあ、これが基本的なイブリンのスキルだね。で次にスキルのコンボとしては、まあ、まずギャンクするときはね基本的に W をつけます。で 2.5 秒以上経ったら Q を当てて E で近づいていって体力が減ったらウルト、もう一個のパターンとしてフラッシュがあるときは W つけてフラッシュ E、 こうすると 100% 当たるんだね。Q はどうしても方向指定スキルなので当たらない可能性があるんだけど、妖魔の鍵が状態ついた状態で E を使えばね対象してのブリンクになるので、まあ、こうすると 100% 決めれると、相手がブリンクなきゃね。でさっき言った通りこのチャンピオンはタワー下でもね余裕でタワーダイブができて、でこういう状態でね敵が倒して体力ないやついると、だから W 遠くからつけてゲージ溜まるの待ってからフラッシュ Q で、ある程度殴ったらウルトリ逃げると、タワー殴る外れるんでね。で最後のもう一個のパターンがあって、どうしてもこいつを捕まえたい時、あれ一体捕まえれば俺たち勝てるなって時は W をつけます。で後ろにフラッシュを打つんだよね。そうすると前方に大きくブリンクできるので捕まえやすいです。まあ、チャームは当てやすいだけどダメージはね結構ウルトに依存してる分が大きいのでダメージは随分と下がりますね。これをするとある程度味方が信頼できるか自分が相当育ってない限りはこのコンボは使わない方がいいですね。 OK、 こんなもんかな。あで最後にもう一個のテクニックとして、あのドラゴンだとかバローをね絶対にスティールされない方法がありまして、まず W をつけます。ある程度そのチャンピオンのねドラゴンだとかバローの体力が減った状態、およそまあ1500ぐらいかな、1500ぐらいになった段階でこれをつけてウルトをしながらスマイト打ちます。こうすると W の追加ダメージ、ウルトのミッシングヘルスダメージ、そしてスマイトのダメージが重なっておおよそね1500ダメージぐらいは一人で出せるので、一瞬でね基本スティールされることはないと思います。
まあ、スティールするときとかもね、外枠から W つけて、でフラッシュウルとスマイトって感じで、ね、こうするとまあスティールできる、相手に止められない限りはね。あのリーシンと同じぐらいね、バロンスティールされづらいチャンピオンですって感じかな。以上やイブリンのスキル説明。あ、でビルドチャート解説します。まず、まあ、これ固定でいいです。まずルネコ、その後ソーサラシューズの前に、まあお金が余るんだったらね、ソーサラシューズの前にお金が余るんだったらダークシールでソーサラで、その後リッチベン、もしスタックが溜まってるんだったらメジャーにアップグレードしてしまっていいです。なんでかっていうと死にづらいからですね、このチャンピオン。ウルトがあればまあ死なないです。ブリンクキルが割と異様なんでね。でさっき言った通り、そうスティールモードすごいしやすい。でさっき言った通り、ウルトのせいに逃げ性能は尋常なく高いんですよ。なのでこいつでね、砂時計を積まないください。こいつで砂時計を使うような立ち回りをしちゃダメですね。基本入っていって一瞬で抜けていくチャンピオンなので必要ないです、ゾネの砂時計。なので基本的にここまで積んだら、まあこっから割と好みなんですけど、めっちゃ揃ってると超金余ってるんだったらデスキャップ、そうでもないんだったらどれだっけ、モレロ、モレロナミコン、これね、マジペン積んでねって感じ。あ、そうです、ウルト中にスマイト打てますって感じだね。 OK、 やっていこう。